十割そば太郎さん、十割そばってパサパサしたイメージがあると思うんですけど、このやつはですね、しっかりしたそばで、みずみずしくて香りもね、しっかりすると、とっても美味しいそばです。で、前々からファンだったので、また今日も食べに来ました。そんなね、美味しい十割そばの中でも